はい、タバコ喫煙動画、今回はマルボロのソフトパッケージです。マールボロですね。マールボロ。このマルボロも俺大好きなんですけど、まあ、ボックスしかほぼ買ったことがなくて、ソフト買ってみるかということで、買ってみました。タールが12ミリのニコチンが 1.0 ですね。はい。まあ、かなり世界的には、ね、一番売れてるタバコということで、こちらは美味しいですね。うん。まあ、ボックス、俺、基本的にボックス派なんですけど、ボックスの方が、味がね、シャープなんですよね。ま、で、ソフトの方が、マイルドになってます。大体。うん。うん。このマルボロの、に味が似てるものとすると、ウエストのレッドっていうのが、売ってますが、あれが結構味に似てて好きなんですけど、レッドなかなか売ってないんで、うん、まあこっちの方が味が濃いんですけど、あっちはどちらかっつうとなんか苦いっていうかコクがちょっと抑えられてて香りが強いのかな、甘い香りが。するような気がする。うん、これ美味しいですね。ウエスト。あ、ウエストがね、新しいの、新しいパッケージになったんですね。台湾産のタバコですね。で、ウエストのディープブルーっていうのが新発売されたみたいです。8ミリ。うん。まあ、ウエストはね、弱いやつは売ってるんだけど、10ミリのね、レッドが売ってないんだよね。これ美味しいんだけどな。マルボロに非常に似てる。味がね。うん。うん。マルボロやっぱうめえな。さすが。で、値段もね、380円。ウエスト。ウエストシリーズは。マールボロが460円ぐらいだっけ。460円ですね。高い。うん。ので。うん。やっぱり、ちょっと高いですよね。460円ってね。まあ、世界一売れてるタバコですからね。マールボロはね。まあ、安定の味といえば、安定の味でしょうか。いやーでもよかったな、マニト再販されて。珍しいですよね。販売が停止された後にまた再開されるのはね。まあ、よかったよかった。関係ないけど、メビウスの新しい、味が出たみたいです。メビウスプレミアムメンソールオプションイエローだ。前の、あれ、オプションのやつ、あれ、ブルーベリーのやつでしたよね。
今度買ってこよう、マニト。個人的にこのゴールドの80の缶のやつが欲しいな。購入時、必ず店頭でパッケージを開封し、品質確認をさせていただきましたって。はあ。はえー。あ、そうなんだ。だそうですよ、マニ島。すごいですね。すごい試みですね。まあ仕方ねえか。まあ、よかったよかった。個人的にマニトーブルーもちょっと気になるな。まあ、オーガニックも気になるけど。マニトーブルー。マニトーブルー。3種類のバージニア派のブレンドだって。無添加でしょ。気になるね。まあ、すぐに消費しないと、まあ、カビが生えるということで。まあ、言うても、カビが生えるって、言うても結局それ、あれ、購入者の、まあ、保管状況が悪いからっていうことでしょうね。まあ、アメスピと同じようなもんでしょう、結局ね。アメスピだって、無添加なの？アメスピって無添加じゃなかったっけ？確か無添加だよな。結構無添加のタバコって多いですからね。手巻きでもね、無添加って結構あった気がする。どうなんだ。マニトーオーガニック25。オーガニック100%のバージニア派使用。無添加。これは吸いたいですね。今度買って吸ってこよう。まあ、ということで、マルボロ、ソフトパッケージ。まあ、これも普通にうまいですね。四つ星。で、いいでしょう。ご視聴ありがとうございました。